今日の問題はこちらです。仲間外れはどれでしょう。好き <laughs> <キ>、すイカ、今季、くるみ、きた。 うどん。これはね、言葉のグループではないんですよね。言葉の意味ではないです。まず全部ひらがなかカタカナにしてみることですよ。は読み方ですね。ひらがなかカタカナに変換してみる。ですからあのカタカナひらがなのものにまず目を向けてみてください。さあ、いかどうか。意味も関係あるかもね。 そうですね。全然わかんないです。でね、ちょっとこう、見方を変えるというかね。あ、そうですね。はい。先生大ヒント。見方を変える。見方を変えるんです。そうです。はい。表からだけじゃない。裏から。見てみる。前からだけじゃない。後ろからも見てみる。ですね。好き、いか、今季。 くるみ、本当だ、うどん、はい、あれだけ仲間外れだ。そうですよ。そうですね。はい、あとは好き好き好き、いか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 と、こう繰り返してみても、こうパッと思い浮かぶかもしれません。と言ってないのか。今季、今季、今季、くるみ、くるみ、くるみ。これでも、見てすぐ分かった。そうですね。うん。です。いや、どうなった。よくしりとりでもですね、この、この文字から始まる言葉ってないですよね。日本語の中には、この。 この文字から始まる言葉がないので、はい、その文字が含まれている3文字のひらがなで表示されているものが答えです。ね、時間となりました。では、答えを見ていきましょう。はい、反対から読むと別の言葉になるものが仲間外れでした。 あ別の言葉になるものがあるんですがうどんだけは反対から読むとうんどんになって言葉の意味をなしませんですからうどんだけが仲間外れでした皆さんはどうだったでしょうか今日の最速ベスト3なんですが今日はすいません1位の方がですねちょっとフライングがありまして2位以下の方をこう繰り上げて表示させていただきますのでえ今日のベスト3こちらの方です。最速、はい、1位位ささんんレンティーさん 3位、アキラシンさんです。ノッチョさん初めてですかね。はい、おめでとうございます。では1位のノッチョさんにみんなでぶち早っ。ええねー。